朝風に使用された24系客車、朝風ヘッドマーク朝風は、1956年から2005年まで、東京駅下関駅、博多駅間を、東海道本線、山陽本線、鹿児島本線経由で運行していた、日本国有鉄道、JR の信頼特別急行列車である。また、このページでは、関連した東京と主に、山陽地方、 福岡県を結んだ急行列車の遠隔についても記述する。国鉄が1956年に東京博多間に設定した寝台特急であり、ブルートレインの先駆けとして、また、東海道、山陽本線及び九州内の代表各列車の一つとして知られた。1960年代には、冷暖房完備の二重計客車が心臓導入され、 国鉄を代表する花形列車として人気を集めた。二0軽客車は日本最初のブルートレインとして朝風に投入された。また、関西圏を深夜に走行して東京と九州を直通させる列車ダイヤは以降の同様な直通列車の設定に大きな影響があったとされる。当初は二等寝台車の地に A 寝台の割合が高かった編成の豪華さから 殿様列車、殿様サ風カゼと通称された。1970年代以降は、航空機、東海道、山陽新幹線、高速バスが台頭したため、まずは、優等旅客が航空機利用への転移によって減少し始め、1975年には、全英個室寝台車ナロネ20系の連結が廃止された。さらに1970年代後半以降の、 国鉄運賃、料金の大幅な値上げなどによって、b 信台車の利用者も減少していった。運行後期の乗車率は20から30%程度と低迷していた。285系電車の投入計画もあったが、実現していない。このため、東京博多間の一往復が1994年12月2日に定期運転を終了し、2000年12月を最後に、 臨時列車としても運転を終了。東京下関間の一往復も2005年3月に廃止された。朝風は朝に吹く風という爽やかなイメージから。列車名の選定に際しては、夜行列車は天体にちなむ名前となっていたが、同時に特別急行列車では鳥内ないしは自然現象に由来するもの、または日本を象徴するものとなっていた。そのことから、 特別急行列車という点を意識したものが重視された。当初は富士を使用する予定とされていたが富士山のふもとに近い富士駅付近を通過するのは夜間、早朝にかかり見づらいことから特急列車という点を意識し朝に吹く風という爽やかなイメージを持つ朝風に決まったとされる。東京駅横浜駅熱海駅静岡駅大阪駅から 姫路駅、岡山駅、倉敷駅、から、新倉敷駅、福山駅、尾道駅、三原駅、西条駅、広島駅、宮島口駅、岩国駅、穴駅、高駅、徳山駅、豊富駅から新山口駅、上駅、下関駅、西日本旅客鉄道の下関、地域鉄道部下関車両管理室に所属していた24系25系客車が使用されていた。なお、下りは、 岩国下関間、上りは、下関広島間において立石特急券で、B 寝台を普通座席車扱いで利用できた。全区間 JR 西日本下関地域鉄道部、下関乗務員センターが担当していた。ただし、下りの東京広島間は、広島車掌区が担当した。2 0系、朝風 ED75。 朝風ヘッドマーク付き EF6655 ケニ2 4系2 5系、朝風1号 e f 8 1系4 0 0番台ケニ2 4系2 5系、朝風4号下表に朝風に使用された車両とその用途座席の等級を示す旧国鉄では1960年6月30日まで3等級制度下で 1969年5月9日まで二等級制度下で、運賃、特別休行料金、寝台料金が決められた。そのため、時期により一等車と二等車の定義が異なる。本列車の登場時から1960年6月30日までの二等寝台車及び1969年5月9日までの一等寝台車は、使用車種、寝台装備の関係で、 ABC の3段階での表記を行った。そのため、単一運賃制度を採用した1969年5月10日以降の A 信頼、B 信頼との混用を避けるため、1960年6月30日までの二等信頼者については、二等信頼者、1969年5月9日までは一等信頼者のように表記する。 20軽客車が登場した1958年10月まで特急列車の号車表記は進行方向から1号車、2号車と表示した。本表では下り博多行き列車の場合を基準とした表記を行う。上り東京行き列車の場合は、津の右側が進行方向となるが実際の号車表記は右端の車両から1号車、2号車の順であった。休行 限界、ありがとうございます。